はい、11日目になりました。ちょっと天気をね確認しておきます。はい、晴れ、明日が雨なんですね。はい、明後日は晴れと。はい、よし。で、料理が、次はこれですかね。作れるミックスサラダを作って、また美食家の人にねちょっと納品しとこうかなと、思います。はい、キノコ入りなんですね。で、あとまた貝汁ぐらい作っておきましょうか。いいね。料理のレベルはまだ上がりそうにはないですね。まあいいか。よし。ん？イベントですか？これだけ？じゃあコロポンのところに行って、なんかもらえるんですよね。イワポン。はい、お裾分け。鉄鉱石もらえるんですね。よしよし。なんか転がってるんだよな。4匹また増えたから、これをまた割り振っといたらいいの。ですかね。よいしょ。一匹ずつ割り振っといてみようか。なんかもらえるかな。どんだけ増えていくんだろうねこれね。まあいいわ。これで一遍ちょっと見てみましょう。ラディッシュね。はい。なんかめっちゃ取れんな。12個？あ、めっちゃ取れるんだこれ。4つずつ取れるってこと。あ、それでか。なんか計算がね、なんかおかしいな。どうやっても利益出ないなと思ってたんですけど。そういうことなんですね。1個が33だから、種が100でしょ。なんかまあ30ぐらいは利益が一応出るんですね。まあでもそっか、4つ取れるからなんか食材として使うのはいいかもしれないね。野菜として。で、鶏を放牧して、はい、撫でる。はい、で、ちょっと卵もらっときます。はい、よし。で、ちょっとこの辺の木邪魔なんで切っときましょうか。アイアンインゴットが全然ないんで、これを入れるでしょ。で、ちょっと待って、荷物ちょっと入れる。貝汁、卵はもうあれだ、ブリジットにあげようかなと思うんですけど、ジュエリーリング、この辺は入れときます。あとはまあいいか、持っとこうか。で、木材も作っときましょう。硬い木材の方がいいんですけど、まあこっちはこっちで、まあいる時があると思うので。で、そっか、砂糖作る？よし。はい、で砂糖ね。ちょっと鉄鉱石を取ってこよう。で、まあ一回りしてきますよ、一応。拾えるものは拾っておきましょう。まあまあこんなもんですかね。動物小屋も直したいですしね。よし。鶏は外に出て、ムーンドロップ層は持てないね。ちょっと入れるやつは入れといて、ジュエリーリングってさ、硬い木、もう一個取ればよかった。よ
普通の木材作っときます。インゴットは ありますね。よし、で砂糖きびもフル稼働ですね。よし、でジュエリーリングって、あ、結構いい値段するんだねこれちょっと置いとこっか、お金に困った時ちょっと父に入れましょうあの報酬でもらえるやつもちょっとワンチャンお金に換えた方がいいかもしれないね。ちょっと待ちに行きますよ。王子の君も来てくれたか。あら、こんにちは。お元気そうね。アリーナのことは知っているよな。アリーナはなんと都会で大活躍したスタイリストなの。そうね、でもそんなのは過去の話を、今の話をしましょう。そうだったそうだった、あのね、街も綺麗になってきただろう。それでお店を作ってしまったのよ。こっちよ、あなたにも見せて、見てほしいわ。洋裁屋さんですか。ここがビューティーサロン、私のお店よ。このお店では好きな衣装を選び、好きな髪型に変えることができる。今までファッション関係は弱くてね、服を買うには都会に出るしかなかったけど、もう大丈夫。これで流行に敏感な若者もこの街をもっと好きになるはずだ。おいおいおい、おいおいおいって、え、泣くほどのことなの。とにかくだ、みんなビューティーサロンで綺麗になってくれるとわしは嬉しい。そう、みんな花になるのよ、この街を美しく飾る花に。え、何その悪魔みたいなセリフ、みんなを花に変えてしまうの。ものの例えですよ、ビクトル町長。お、ビューティーサロンですか。私大好きも利用させていただきましょう。大好き、顔めっちゃでかいあら、大好きさん、あなたおしゃれにも興味ありまして。はい、それはもう大好き、おしゃれ大好き。自分の名前でシャレを言うんですか。あら、大好きさんの大好き生で聞けて嬉しいわ。さっきわしを変な人呼ばわりしたけど、そっちの方がよっぽど変でか。どうもね、町長のキャラがいまいちね、つかめないんですよね。ビューティーサロンか、あんまり縁が、あんまり響いてないですよ、若者の心に。ま、な、草あげとくよ。はい。うん。ありがとう、もらっておくよ。よし。シンディは、ビューティーサロンに行くと、なんだか大人って感じがします。もう開いてんの？ああ、ちょっとディーモンもいるわ。ビューティーサロンか、姉貴と母さんは喜びそうだなデイモンにも響いてないと思うんですけど、うん、ありがとう、うん、リーナがお店開いたの。あ、俺も行ってみようかな。あ、ラーシュはちょっとあれですね、興味がありそうな感じ。休みは、エールダンジュ、うん、営業時間10時から6時で木曜日なんですね。ちょっと今日中に一回顔出しておきましょうか。とりあえず、掲示板見ときます。よいしょ。と、岩塩ね、ブリジット、渡しときましょう。はい。で、報酬は、綺麗好きで、これ糸メーカーだよね。これもうちょっと儲け取っとこうか。いくらになるかちょっと調べてみましょう糸メーカー作らなくてよかった、ね、こういうのでもらえるんだな結構。そしたら一応みんなの居場所をチェックして、イオリが上の方にいますね。ラルフと、あとはまあ大体いつも通り。とりあえずイオリから、あ、イオリじゃないわ、ラルフから、はい、ご飯中でした。はい、俺には縁がない。ほら、全然響いてないんですけど。愛汁どうぞ。こっちの方がいいでしょう。
ありがとう。すごく嬉しいよ。さすがいい趣味してるね。趣味って言うんですかね、怪獣の。よし。で、いおりが、こっちの方いる？いないぞ。この、祠は、特に何も起こらない。うん、ああ、キツネね。お家に帰ってるんかな。あ、家にいましたね。食事中でした。はい。カリーナ殿が店を構えられたのこと、実にめでたい。わしは昔ちょんまげに憧れておったわしのふるさとで大昔に流行った髪型だ。そうなの。キノトウとか好きそうじゃない？とないもんな。キノトウちょっとあげてみようか。ありがたく頂戴しよう。そうでもなかったな。次は、まあ、博物、あ、誰かいた。違う。この、街灯がいつも人の頭とちょっと見間違えちゃうんだけど。ビクトル、カリーナがいればこの街場所。ま？ビューティーさんね。気になる人は気にしてる。別に。ビューティーサロンですか。私髪型はあまり気にしてない。うん、今一つやな、ビューティーサロン受けが。この街、うん、カリーナがこの街に来てくれたおかげ。すごい人なんですかね、カリーナ。カリーナは、うん、仲良かったもんね、カリーナとね。お祝いしないと。じゃあピンクキャットソーでもどうぞ。ありがとう、もらって、うん、全部同じ反応やな、この人。で、観光客でしょ？ちょっとして。と、リンのとこ行きましょう。あ、チューリップ持ってくればよかった。昔はおしゃれだった。リンはどうしようかな。ラディッシュあげてみる。ラディッシュでも料理に使いたいしな。ピンクキャットソーをこっちに回せばよかった。まあいいわ。ちょっと石に、今日は石で。はい。嬉しいです。基本的に、一応何でも喜んではくれるみたいですね。うん、この町の人はね。嫌いなものがね、ないんですね。うん、ちょっとずつ新しくなって。うん、俺も母ちゃんに髪切ってもらうんじゃなくてビューティーサロンで切ってもらいたい。お金かかるけどみたいな。よし、うん、最近みんなおしゃれよね。なんかそのおしゃれ関係の話題ばっかりになってますね。ビューティーサロン早速ひげを整えてもらった。あの人ずっとうちに泊まってたんだよ。俺もなんだか誇らしいな。まあ、ホテル1個しかないから。基本的にこの町のさ、人ってみんな独占商売してるよね。何あげよう。キノトをあげる、はい、ありがとう。髪型変えてみようか。変わるんですかね。どうなんだろう、他のキャラクターの髪型。うん、服もこの街出てる。俺も制服を新調してみるか。エミリオがいました。うん、みんなビューティーサロンの話で持ち。カキあげてみよう。カキ。いいの？もらっておく。え？これは？これは普通の反応か。ちょっとわからへんな。次はここ行こうか。イベントですか。はい、いらっしゃい。今日は特別にチーズケーキを焼いたわよ。食べていかない？それじゃあ1個もらおうかな。了解。あ、これが最後の1個だったわ。ということだから悪いけどジノはまた今度ね。
残念でしたね。こんな美味しいものを食べられないな。あ、いいよいいよ。だったら俺のを譲るよ。いいやつですね。これはこれはどうもありがとう。あんたじゃないよ。大好きはみんなからどう思われてる存在なの？あ、もう大好きは3個も食べたでしょ。とりあえず美咲さん、俺の分のチーズケーキをこの人に。分かった、すぐに用意するわね。しかしもったいない、最後の1個を人に譲るなど。俺はここのチーズケーキをみんなに味わってもらいたいだけだよ。あ、それと美咲さん、この人の感情俺が払うよ。あら、気前がいい、そういうとこお父さんそっくり。なんというか本当に申し訳ない。だからあんたじゃないってのかな。いいやつですね、エミリオね。ブレアは話して、アリーナの話ね。プレゼントはないんだよ。しまった。ちょっとこれで。指輪とか喜びそうだけど。気にする人と気にならない人。これでチーズケーキ売ってたら面白いね。デザート。ないか、さすがにないか。ないよね。ヨーグルトドリンク。これ、持ち帰りできたらいいのにね。テイクアウト。よし。まあいいわ。で、あ、そうそう。食材屋さんによって、明日が、リンの誕生日なんで、ティーだね。お茶を作って、あげようと思って、だから茶葉がいるんですよ。これ1個買っときます。ほんで、いいかな、コーヒーとかもあるけど。結構増えた。あ、岩塩とかも増えてる。あ、この辺買えるようになったんだね。あ、よしよし、はい、いいですよ。とりあえず茶葉だけで たまには ノーマンがちょっと自虐ネタを放り込んできましたけど売れた方がいいんですかこれは。私の料理の話になってちょっと髪の毛の代わりになりそうな、草だな、まあ、あげるよ。ありがとうもらっとく。いいね、いいでしょう、別にね。だって容姿でね、弁護士のシドニーをね、落としたわけですから。やっぱそれなりに魅力があるはずですよね、どっか。道具屋さんにちょっと寄るか。道具の1個アップグレードできるんだけど、どうしようかな。釣り竿、クワはまだいいと思う。バケツもちょっとやっときたいかな。明日がまた雨降るんですよね。だから水たまりがまた増えそうなんで、これをちょっとアップグレードしよう。結構大変だったもんね、ちっちゃな池を干上がらせるの、よし。これでまあ少しは楽になるんじゃないかな。一応お話しとこう。見方を変えてみようかな。クレメンスとかね、人気ありそうなんだけど、恋人候補にはなってない。ああ、ラウルがいた。エミリオ話したし、あと、誰か話してない人いたっけ。ブリジット。ブリジットと、グロリアもハート1、ビクトルもハート1なんだ。あとは話しましたね。結構上がってきたね、みんな。コミュニケーションレベル、6ですから。ちょっと種を買っときます。違えた。もう一個下だった。こっちですね。お、イベントですか。あれ、お客さん困ったな。今店のこと分かる人いなくて。お兄ちゃんだったらカフェにいると思うから、もし急ぎだったら呼んできて。急ぎでもないんですけどね。
ぱりラジオを売った方がいいよ。最近いろんなの出てるだろ。比べてみたい人いっぱいいると思うよ。いや、比べるったって売れるのは1個か2個なんだから、そんなには仕入れられないよ。それじゃ意味がないよ。比べるのが楽しいんだろ。じゃあカメラは？カメラ？そうそう、映画を撮れるやつ。あ、ちょっと待って。どうしたの？俺になんか用？今日は店番だって言ってただろ？呼びに来たんじゃない？あ、そうか。妹が呼んでこいって？それでわざわざ？なんかすまないな。さて、気持ちを切り替えて。ここは武器と防具の店だ。欲しいものあるかい？ドラクエじゃないですか。おお、いいね、そのセリフ。今日は何をしに来たんだい？売りに来た？それとも買いに来た？別に、代わりに来ただけ。いや、お前に聞いてないから。どこまでが冗談かっていうのがちょっと分かりにくい。あと、ツッコミどころがね、よく分かんないんですよ、この街の人。ちゃんとアンジェラいるしっていうね。キルフォンって無駄に長いな。リーナさんのカットすごい。もう ET だ。すごくないそれ。ちょっと種を、買いますよ。株。どうしようかな。いちごを買おうかな。玉ねぎの方がいいかな。いちご買おうか。今まだお金あるし。いちごとりあえず9個買って。1個空いてるから。ここちょっとラディッシュ。もう1個上行く。いいかな。キュウリは時間かかるし。で、株がまたすぐ取れると思うんで、そしたら玉ねぎあたり植えましょうか。うん、あとはまあいいかな。あ、何これ、キノコのやつが増えてる。しいたけ、種菌、これを、あのキノコ原木を修理して、使えばキノコが取れるってこと。いろいろできますね。うん、よし。まあいいわ。とりあえずこれでいいかな。あ、先にちょっとあの、ビューティーサロン行っとこう。ここですね。はい。おしゃれを楽しむことができるお店です。必要な材料とお金を渡してオーダーすれば、翌日に素敵な衣装を作ってもらえます。ヘアアレンジをしてもらうこともできます。と。木曜日が休み。はい、ヘアアレンジはまあいいか。服飾品、帽子、あ、麦わら帽子とかいいね。ちょっとお金がね、あ、なんかこの辺タダでいけるんだ。これは麦わら、これ作ってもらおうかもしれない。材料もいらんね。いろいろありますね。ロック帽、テンガロンハット、何がいいかな。そんなにはないか。普通のキャップと、これでも色変えられへんのか。とりあえず麦わら帽子頼む。うん、明日にはできるから。受け、あ、1日かかるんですね。え、もう1個頼めんのかな。服は、ファームスカート、あー、女性版の衣装も一応もらえる。あのペット。どんなんがいいですかね。へそ出し。あ、ハッピーとかもある。あ、反転とかいいですね。か、まあ。ジャージもあるな。ジャージでいいんですけど。サスペンダー。金がすごいかかる。ドレスとかもあるんかな。ホック、スーツ、あパンツ、あ、いろいろありますね。テープ付きですね。あ、あ、これですね。購入した時の特典でもらったやつ。これ頼んどこっか。羽織と、あとはなんか、過去作のやつですか。あ、なんか牧場物語っつうと、なんかこんな感じなんですけどね。オール、これ頼んどこう。よし。はい。とりあ
りあえずあと羽織もちょっと頼んでおきますよ。これね、はい、よし。で、あとは、なんだったっけ、アクセサリー、あ、メガネとかいいな。サングラス欲しいんですけど、あ、これ高っ高っ。あ、しかも0円のやつがないわ。金属メガネがいいな。瓶探す。瓶はなんか魚釣りで釣れそうな感じだね。安くて1000円。ガラスがでもまだないもんな。ちょっとまだ作れないね。しょうがない。はい、大丈夫です、はい。まあこんなもんにしときましょう。で、あとブリジットに声かけてます。まだ、あ、一応6時前だからお店にいるのね。ビューティーサロン。ブリジットは、あ、卵をあげます。はい、どうぞ。普通に話しかけてると、普通のその恋人候補以外のキャラも結構ハート上がってきてるよね。よく声かけてる人はね、この辺。よし、ちょっと畑に戻りますよ。あ、ちゃうわ、あの美食家の人にサラダあげとかないと。なんやかんややることいっぱいありますね。納品サラダ、これでなんか液体調味料のメーカー、これね、うん、これがもらえると。これももらえたんだね、作らなくてもよかった。まあいいか、まあ、また次は考えましょう。やることリストみたいなの作っとかないといけないね。よし、じゃあ帰ります。よし。で、この値段を調べときましょう。ジュエリーロケットが2000だね。で、こっちが1250でしょ。だから、3つとも打ったら、4500になるんですね。まあ、ちょっとお金困ったときに売るか。プレゼント用にはなんかちょっと今の段階ではもったいない気がする。で、砂糖をちょっと入れといて、この辺はちょっと奥でしょう。茶葉も入れとこうか。今使わないやつはちょっと入れときます。岩塩。これ、1個でいいよね、別にね。今んとこ。一回しまっといて、この辺だね。あと木切りに行きたいのと、これができてるのか。これちょっと、違う。片付ける。こっちにちょっと縦に並べときたい。なんで、そのためにはこの草を刈らないといけない。で、ここから出さないといけない。で、こんな手間が増えるね、仕様になってるんでしょうね。押して、よいしょ。ここに置いときます。で、木はちょっと切っていこっか。インゴと、あ、で、銀を作ろう。これを出しといて、調味料はどうしようかな。塩を作る？これを、ちょっとま、3つ持っといて、あとはもういいと思うんでね。塩も作っておきます。で、砂糖入れる。液体調味料メーカーも作ろうか。設置します。ここでいいか。で、糸メーカーも置いときましょう。これは、草。一個ずつしかできないんだよね。まあ、ちょっと、銀と木を切ってこようかな。
あと貝掘りもちょっとしたいね、せっかくなんで。水たまりがあったんで、これちょっと作っていく。ちょっとやっぱ早いね、木のバケツ。前めっちゃ時間かかったもんね。いけるかな、なんとか。よし、中身を取り出す。ずっしりな物体が2つ。で、銀がこの辺にあったと思って。これをちょっと砕いておきましょう。で、もうちょっと木切るか。いけるかな。9時になっちゃった。なんかこうね、みっちり働いてしまうよね、このゲーム。まだまだ木残ってるんだって。んで、この辺の水たまりもちょっと減らしとこう。粘土もいるしね。どう走って、液体調味料は豆とかだったよね、確か。インゴットを入れる。で、硬い木材を作っておきます。よし、火はとにかくいっぱい入れます。あ、種を植えるの忘れた。気は気づいた。ちょっと待って。大変やな、ほんま。糸は入れる。お花もちょっとしまって、明日のこと考えると、茶葉は出して、ケージも持っといた方がいい。料理で使うやつは持っといた方がいい。岩塩もいいか。一回しまって。収益、まあこんなもんですかね。粘土も一回しまおうか。で、種をまきます。いちご、なんとか11時ぐらいまでには終わらせたい。で、ラディッシュね。ジョウロがないから、バケツでさ、全部バーって巻けばいいのに。もう、ジョウロなくて。無理かな、11時まで。いや、倒れそうになってきた。ちょっと待って。大丈夫か？いやー、ギリやな、これ。体力持つ？あと4箇所。3箇所。あ、際どい。よし。OK、ギリ持った。よし、セーフ。よし、もう寝る。はい、そしたらね、まあ今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。